ックススーパー GT 最終戦 GT300 クラスも今スタートしていきます。結果的には今シーズンで一番悔しいレースですよね、うん、まだまだチャンピオンを取るには僕たちまだ足りない部分がたくさんあるんで、まあ、しっかりとね、まあ、シーズンオフにその辺は、見直して改めてチャレンジしたいなと思います。はい、車を速くしようといろいろ頑張って試みたんですけど、まあ、決勝終わるまでなかなか、速さが出せずに非常に、まあ、不甲斐ない結果でしたし、まあ、でもこの結果をしっかり次につなげなきゃいけないなというふうに思ってます。結果としては、ね、本当に申し訳ない結果なんですけど、まあ、我々はここで立ち止まってるわけにいかないので、やっぱりスバルはそういう技術力とか安心感とかそういうものを売りにしていきたいし、もっと楽しい車も、楽しいってことはレースがやっぱ速くて勝つ車なので、まあ、そんな車をやっぱりひたすら目指して、まあ、貪欲に、ただ土俵に登るだけじゃなくてね、土俵に登るだけではなくて、やっぱりそこで勝ち抜くっていうものをとにかくアピールできるように、まあ、それはスバルチーム全体でとにかくやりたいと思います。はい。